つぼ峠は奈良県高市郡高取町にある峠。標高約359メートル。つぼ峠。右へ登っていく道が奈良県道119号線つぼ峠。左に入っていく山道は高取城跡まで続いている。途中に500ラカとの間に広がる龍門山地を越える峠の一つで、現在は 奈良県道269号線及び奈良県道119号線が通っている。峠道は、つぼさか寺へのアクセス道でもあり、北側峠口、国道169号清水谷交差点から、つぼさか寺を経て、つぼさか峠を越えた約700メートルまでは、急な坂とカーブが続くものの、一部区間を除き、おおむねに車線の道路となっている。しかし、 つぼさか峠から約700メートル南へ行くと、そこから約1.2キロメートルほど、南側の峠口まで、離合困難な沢沿いを走る橋路となる。なお、この区間の一部では、夜間車両通行止めとなっている。現在は西隣を走る、国道169号のあわら峠区間が4、車線化されており、また、 つぼさか峠南口付近までに車線道の奈良県道222号線が走っているため、高取町から大淀町と行き来する道としては不適である。古代においてつぼさか峠は、都のあった飛鳥から離宮のあった吉野川沿いへと通ずる最短の峠道の一つであり、峠北側の山腹には703年創建と伝わる。さらに緩やかな朝谷峠を越えて東へ行くと、 吉野寺と称された人寺があり、古代の天皇や貴族らはこれらの寺院に参ってから、吉野に入ったとされる。峠南側は古くは、田口省と呼ばれ、延久2年の幸福寺の土地台町によれば、九町四段百二十歩の大畑があったとされるが、現在は、峠口付近に田口という小技が残るのみである。田口省の範囲は、今の大与町、小しべの奥小しべの、馬助、 基礎のあたりだったと推定される。坪坂越えは、吉野参りの主要街道として使われ続け、また、明治23年頃には、軍用木材切り出しを目的とした林道が、付けられるが、後に、あわら峠が3度にわたる改修工事の末に、バスが通行できるようになると衰え始め、あわらトンネルが開通すると峠を越えて、吉野へと入る道としては、廃れて、現在に至る。なお、 林道が付けられる以前の旧道は今の県道の西側を尾根ねずいに越えていたとされる。朝寺の名称は仮のものであり、実際にはどのように称したかは不明。また規模も不明だが、その跡地は約200坪あり、また朝寺にあったとされる仏像は大淀町中蔵の安養寺、道長の馬助の妙楽寺があり、また吉野町山口のサイレン寺には江戸時代に移された。 高さ2.65メートルの吉野大仏とも称される阿弥陀如来座像がある。そのため、朝寺が大きな寺院であったことが推定される。ありがとうございます。